チャムリー城のヤギの塔ヤギの塔とはフォリーを模して装飾されたヤギ小屋である。このフォリーと呼ばれる小型の建築物の最初の例は19世紀のポルトガルに見られる。有名なヤギの塔として南アフリカのヤギの塔でフェアビューというワイナリーに20世紀に建築されたものが挙げられる。このヤギの塔に影響を受け様々な複製が世界中に広まっていった。 最初のワイナリーのヤギの塔はフェルナンド・ゲデスダ、シルバダ・フォンセカによってポルトガルのビー・ニョ・ベルデ地方において最も有名なワイナリーであったアベレダに建てられた。2番目となるヤギの塔は1981年にチャールズ・バックによって南アフリカのフェアビューに建てられた。このフェアビューのワインとチーズ牧場とヤギの塔はワインの土地であるパールのランドマークとなっている。 このヤギの塔は、この牧場を指す最もわかりやすい象徴であり、自社ブランドの顔ともなっている。フェアビューでは750頭以上のザーネン種を飼育しており、これらのヤギから取れる、ヤギ自治からはチーズが作られる。このチーズには、この牧場で作成したことを示すラベルが貼られる。また、これらのヤギの中の選ばれた群れにだけ塔に住める権利が与えられる。このヤギの塔に影響を受け、 様々な複製が世界中に広まっていった。イリノイ州の農家であるデビッド・ジョンソンはデキャンタでフェアビューの記事を見た後に約9.4メートルのヤギの塔をシェルビー軍のファインダリー金号に建てた。また別のヤギの塔にテネシー州のメンフィスに存在するビールストリート中のシルキーをサリバンズバーのアウトドアシートエリアに建築されたものがある。 ウィスコンシン州のワウナキーに存在するヤギの触れ合い動物園にはエンドレス家によりヤギの塔が建てられた。このヤギの塔は地域の他の建築物と合うようバイエルン風にデザインされた。塔の所有者はこれがフェアビュー、ファインダリー、メンフィス、エケビーに次いで5番目に建てられたヤギの塔だと発表した。ありがとうございます。